上がってきているという和田です。初球、そして打率2割5分9厘セーフティーバントを見せましたが、高めの球、思わず手が出た和田、見逃せばボールといった球でしたが、空振り三振。そして2球目詰まったあたり、セカンド、セカンドゴロでツーアウト。いやー本当にね、このスピードボール150キロ台を半本投げていきます。いやポテンシャル非常に高いですね。まあ、一昨日もねこのファームでの出場でした。大下出場して3打数の1安打1本ヒット。さあこの辺りライトの頭上、超えない、ライトフライ、これで3アウト。初回マリーンズも肌に対して三者凡退に抑えられています。1回は両チーム無得点です。同学年対決ということになりますが、ここは151キロの、ここは打っていく149キロ。厚川は市立和歌山高校出身、高卒2年目。まあ、これから何度も対戦をしていくこの二人です。最後は151キロのまっすぐで三振に切って取りました。最初の対決はもう肌に軍配。いやしかしストレート伸びがありますね。もうここは変化球少し抜いてきました。チェンジアップですかね。インコもインコースの152キロ。いってるかもしれませんね。さあ、ここはうまく打ち返した。センター、あっとスライディングキャッチ、西川。ここはファインプレー。センター前に落ちようかという当たりだったんですが、この西川がスライディングキャッチ。さあ、ツーアウトランナーが一塁。初めてランナーを背負う肌。打っていく。さあ、しかしここはセカンド。マークさばいています。ウーレンティン、セカンドゴロ。これで3アウト。ランナー1人出ましたが、マリーンズも得点はありません。